ドルゾラミド塩酸塩天眼液ドルゾラミドは炭酸脱水酵素の阻害剤である。目で防水酸性を低下させる。天眼薬として用いると開放偶角緑内障及び高眼圧症で上昇する眼圧を低下させる。商品名トルソプト。これはドラッグデザインによって設計された最初の薬品である。ベータ遮断薬であるチモロールとの合剤がある。緑内障。 抗眼圧症のうち、他の緑内症治療薬で効果不十分な場合に、シモロール等と併用される。点眼薬ではあるが、目の局所で分解されず、全身血流に乗って腎臓から排泄されるので、重篤な腎障害のある患者には近忌とされている。その他、ベータ遮断薬配合剤は、ベータ遮断薬の全身効果を考慮して近忌が設定されている。 重大な副作用として、皮膚粘膜癌症候群と中毒性、表皮へ死ゆ解症が設定されている。5%以上に刺激感が生ずる。口内組みを感じることもある。全腐作の被白化を引き起こして、一過性の禁止を弱気することがある。ドルゾラミドは、目の毛様体に存在する通型炭酸、脱水酵素を阻害する。炭酸脱水酵素は、 水と二酸化炭素から、重炭酸イオンを生成し、重炭酸イオンは水を伴って、目の工房側に移動して、目防水を増加させるので、炭酸脱水酵素を阻害することで、目防水の増加が妨げられる。眼圧を2割低下させる。ベータ遮断薬も、また基準不明であるが、目防水の生成を減少させる。炭酸脱水酵素阻害薬とベータ遮断薬を、 形容するとより高い効果が得られる。分子構造に基づく医薬品設計の手法で1995年に開発された。蛍光灯予約であるアセタゾラミドの全身性の副作用を回避することを目的に開発された。ありがとうございます。